五代目、鶴屋南北河江五年一月二十一日は、江戸後期の歌舞伎役者、歌舞伎作者。本名、松本玄三郎。拝名は、家、優。野号は鶴屋、門は丸二大の字。縄文の丸二、大の字父は、江戸深川八万宮境内にある二賢者屋の主人、松本都志江門。その三男として生まれる。完成十二年。 二代目商標像の養子となり芝居の世界に入る。今日は二年、南北牛江門の名で、江戸志村座の東欧州壺火の舞台に上がり、同契約の鶴屋南北家の家門、丸に大の字を使用する。その後も舞台活動を続けるが、文政四年頃、狂言作者に転向。鶴峰千女と改名。同年五月江戸河原崎座、仇内倉大子、七月、 玉も前味その幸福など、祖父の四代目、鶴屋南北の脚本に参加する。後、鶴屋孫太郎と改名。玉坂に舞台に出るときは、鶴ぽ牛左衛門の名を名乗り四代目の傑作、絵本号ホークに出演する。こうして、舞台活動を続けながらも、祖父の助として活動、東海道四ツ谷会談、金近平佐島軍などの傑作脚本の執筆に加わり、 文政十二年立作者となる。四代目の死後も創作活動は続き、天保三年に二代目バージョンタスクを襲名。天保八年三月江戸中村座、大家大江戸船で五代目、鶴屋南北を襲名。その後も江戸、大阪の劇団で活躍する。四代目と区別するために、孫太郎南北と呼ばれた。主として、旧作や四代目の作品の補作、改訂にし、 独創性に乏しかったが、三代目、瀬川樹高、二代目、川竹新七ら、幕末、明治期にかけて活躍する逸材たちを育てた功績は、大きい。行年五十七でボッス。深川、新行寺に葬る。野崎佐文、造歩私の見た、明治文壇一平凡者。二千七年、百五十一 p 野崎佐文、造歩私の見た、明治文壇一平凡者。 2007年 152p ありがとうございます。